はい、そしたら9来てるけどね、ちょっと9はカットしようかな。漢方でね、10の時にちょっとお見せしたいと思います。漢方6個だな。まあこれでやるっきゃないね。はい、じゃあ後で結果お見せします。はい、3人助けてくれてね、まあね、このナンダリュウをね、ボスダメージカット使って、1回で漢方を使って 185% でね、一発目やって、やっぱ特大特攻ってすごいね。こんなに削れてもう16万ですね。うん、なんで最後とどめを刺して、これで増えたの？ G いらないかな。あれ G やった、もったいない、あーもったいない、やり直そう。 G だとね、20いくんじゃないかな。ね、妖怪三国志が忙しくて、あんまり関係ねえな。もう一回やるんでしょ。一応ね、 10% の時も2発耐えれんのかな。うん、エンマの特攻かなり効いてんね。暴走エンマとか暴走でいいねか。はい、というわけで9突破しまして、1020ポイントゲット。うん、ありがたい。とりあえず9突破して、次10だね。10で多分1回エンディングなのかな。はい、そしたら10も頑張ってみます。漢方は1個だけね使いました。はい、そしたらね、10やっていきましょう。10でね、アニメーションなんだね。まさか最終日で見るとはね。はい、というわけでやっちゃいましょう。一応ね、メンバーは王がいるんでね、はい、これであとナンダリュウをね、カットでやっていきましょう。199でねやりましょう。5個、まあ、5個でいけんだろう。ちょっと手汗がほんとひどいな。いつになったら落ち着いてやれるんだろうか。さあ、ヒットポイント269万9000、270万でいいだろうって感じだけど、やっていきましょう。できたらね、ソルカでコンボ稼いで、ポッカーンと花火をね、やったい感じですかね。暴走リンネがいたらね、ヨンマパがちゃんと揃っていればあれなんですけど、まあこれはサブアカちゃんなんで、まあある意味しょうがないっちゃしょうがないんだけど、フィーバーもうできない。あ、もう G だった。やばい。ちょっとやり直させてね。ちょっと。普通2発は撃つだろう。とね、さっきもね、フィーバー早く行けたけど、
とどろけとどろけ、いい感じですね。行くとどろけとどろけとどろけ、いい技打っていいね。で降りてきて、ここでカイが乗り取る。たまんなかった。これでいい。これどんぐらいいくからな。なんか割といった。マンダリオいたのかな。マンダリオ入れるかけで今 10% 削りができるんですよね。あの暴走リンゴになくても暴走回路になくても、うまく打って、で、ここでゲージを貯めて、うりゃ、フィーバーもう一回いけるかな。やばい、手汗で。ひどいね、手汗で画面が動かなくなっちゃった。とポイント的にもう一発いける。これで自由で、あんまり減らない。これだとたまんないけど、たまんないかも。あの目から見て間に合わなかった。結構むずいな。半分は削れたけど、こんな感じか。ちょっとあとはね、チクチクで倒せたらいいな。そうすれば漢方一歩だ。一歩じゃない一個で済む。あー、みんながいる時間じゃない。じゃあちょっとお助け待ちましょう。はい、ちょっと2人にたね助けてもらっちゃって、1回25万ぐらいなんだよな。4人助けてもらえば終わるんだけど、もったいないことしちゃったね。112万、やばい。はい、2人助けてもらっちゃってね、行きましょう。ちょっと手汗で画面が触れねえ。で一応ね112万、まあだからあと4人助けてもらえればめっちゃいけるっていうね。あ、こんなに軽くないか。俺が何だ理由が聞いてんだよ。うわ、18万か。そこまでだな。5人だな。まあ最悪最後漢方1個か。4個残したいんだよね。次で11、12でニコニコで倒したいんだな助けてくれってはい、またお一人ありがとうございます。行くぜ。ちょっとうまく操作できん。行きましょう。
やべ、出てこない。ああ、ちょっと G で打たないと良くなかったかな。まあでも頑張りましょう。はい、もう一回来ました。あと8分だからちょっと厳しいかな。漢方は最終日だから最後の方に率上がるかな。75万、75万じゃ強いな。最初から諦めよう。ちょっと露骨だったかな。特大特攻待ちすぎたかも。よし、Gが打てた。20万、あと53万ぐらいかな。まあ、これなら漢方1個でいけるな。はい、あと3人、6分。はい、ちょっと倒せるか分かんないけど、ちょっと漢方使って倒しましょう。結構ね、50万でしょ、2回打たないといけないから割ときつい。欲しいね。だからチクチクの方がね、 10% 削りの方が正しいやつ。やべ、時間もないな。まあ、でも今回リュージンにも入る。まずリュージンに行って、いや、リュージンは2発でいいな。これしなくていい。これでいけたか。いけてない、やべ。ああ、なんかかっこ悪いけど倒した。焦る必要なかったな。はい、とりあえずね、ちょっと2個使っちゃったけど、まあちょっと夜またやるときに強くなったな、リュウタ。え、シュウイン、もしかして記憶が、ああ、何度もお前と剣を交えたことで記憶が戻った。だってクローンでしょ、本人じゃないよね。クローンだからな。ということで、お前に頼みがある。俺の心はあと少しで消える。消滅するまでの間、お前の心と融合することを許してくれる。あ、それでか。また週2と会えたのに。なんかこんなの聞いたことあるな。これなんだっけ。俺の魂はリュウタに宿り続ける。頼むリュウタ、俺の思いこの世に。これあれ、うん、なんかあったぞこれ。ピッコロさんか。ピッコロさんがあれだ、あのナメク星であれだ。なんだっけ、あの人、うん、戦闘力5万4000ぐらいの人と融合したということで、総竜神竜行こう、みんな竜神島へ戻ろうということで、だいぶ変わっちゃった。あれ、あ、一瞬だったんだ。リュウタとシュウのクローンが融合した姿だったのか。ということで、エンディングを迎えました。レベル10でね、あ、最後助けてくれてありがとう。エンディングを迎えましたね。ということで、なんか本当はかっこ悪いけど、最終日にね、クローンゲットです。俺と共に、グッ、友とはなんだ、クッコロってやつですか。オロチシュウと友達になった。で、最後にやるべきことは、残念ながらね、漢方2個使っちゃったけど、まあ夜だったらね、人が集まって、まあ多分ヒットポイントね一緒なんで、11、12はね、どっちか1個でねクリアしたいなと
思います。まあ最後やりましょう。でミッションで。ここにシューがいるので、私はね一応ね種族効果が好きだから、こっちのね竜の方をね、たくさん作りたいなと思います。あ、やっぱあれだね、後半落ちづらいね。はい、ということでね竜太ゲットしましたんで合成しましょう。シューとリュウタやっとだぜ、おっせえな。はい、というわけでね総竜神リュウタになり、あ、リュウかリュウになりました。まあでもいいんですよ。ちょっとね妖怪三国志が忙しかったなというわけでじゃあ最後ね竜使ってこれにしましょう。これまた竜太、やっぱ竜太後半すごい落ちづらいね、びっくりしちゃったな。さっきの円マッパに竜をポコンと入れてワイポイントアップね、最終日でどうなのよって感じ。でも種族効果アップがいいからね、まあ、できるだけやっぱり竜を鍛えたい。まあこれも竜太がどんくらいドロップしてくれるかに、でもご褒美のはなんかもうほとんど出ないから、もう恩恵にあやかれずに終わってしまいましたね。まあでもいいですよ、クリアできればいい。そしてまあできたらねウォッチもゲットしたいけど、まだねゲントッツやってないんだよねなんでちょっとこのアカウントはウォッチ厳しいかな、まあ、せっかくだからゲームやってみましょうか。トドロケトドロケ、シューはね攻撃力アップなんで、これで竜持てんの、よいしょ、よいしょ、こんな感じかっこいいね。シューが攻撃力アップだね、デッドランドね。こんな感じで ZZZ ランクイベントって感じですけど、でもねちゃんとそれだけじゃクリアさせてくんないっていうのがポイントかな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。一応漢方は3個残ってるので残りの時間でね11、12やりたいと思います。でウォッチはベゼルね、最後12、そしてかけらはゲントッツだね特攻なしで倒せんのかな。でリュータはねできるだけ頑張って、はい、ゲットして合成ね頑張りたいと思ってはいますね。うん、で最後ねリュータはねこの辺の軒並み忘れずに、メダルをねダブってる場合はなんだっけ G の秘伝書にねなってくれるんで、ちょっとリュータドロップめんどくせえな最終日に。はい、という感じで、あ、これ初ゲットだったんだ、忘れてなくてよかった。はい、こんな感じでリュータイベントでしたね。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしければねチャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。楽しかったね、このイベント。